岐阜県南部に位置し、総面積の約 40% が森林の美濃加茂市。この地域は自然が豊かである一方、近年荒廃した里山が問題となっています。あそこがイノシシが鼻でミミズを取って荒らしてしまうところで、ああやってあの農地も田んぼのあぜをあやって掘って崩してしまうところが美濃加茂市はたくさんあって、もう本当にあの困っている状況が全くまさにあの状態です。荒廃した里山は美濃加茂市だけでなく日本各地にも見られます。里山を整備しなければ生態系が崩れ、農作物の被害にもつながります。美濃加茂市では里山を再生するロールモデルとして、千年経っても変わらない風景を残す里山千年構想を掲げており、日本中から注目を集めています。やはりあの森林面積自体があの広大ですし、やはりあの鳥獣被害もですね、あの県内であのワースト第3位ということで、非常にあの財源がない中ですけど、もうあの早めに何とかしなきゃいけないというのがありまして、それであの一つのまあ財源確保ということで、あのふるさと納税ということにあの行き当たりました。はい、里山を整備していく中で伐採されたアベマキという木材を使った製品を返礼品にするなど、ふるさと納税もうまく活用。また里山千年構想の一環として、子どもたちが主体的に自然と戯れながら遊び学ぶ森の幼稚園という取り組みも始められました。地元のおじさんたちにこの山の道は何って聞いた時に、自分たちが小学校の時にあの隣の洞に遊びに行く時にこの道を使っていたんだっていうことを聞いて、あ、それなら子どもたちとここで遊ぼうっていうふうに思って、あの森の幼稚園をやりたいと思いました。あの子どもたちが山の中を駆け上がっていく姿とかを見るんですね。でその後になんか秘密基地を作ったよとか、そういうのを教えてくれたり、あの地域の人たちが子どもたちがこうやって遊ぶんだっていうのを楽しそうに話をしてくれるので、そういう時はやってよかったなっていうふうに思います。すごい毎回楽しみにしてるので、親としても送り出すのをとっても毎回楽しみにしてるんですけど、ヒロカモのすごい自然と触れ合えてとってもいいと思います。大切な里山を保全し、千年経っても変わらない風景を子どもたちに残していこうという、こうした取り組みには美濃加茂の地域活性を研究している地域の学生たちも参加しています。触れてみないとわからないことが絶対たくさんあるので、実際にこうやっていろんなところとか子どもたちと一緒に遊んでみて、山の良さ、自然の良さを今回たくさん見ることができました。あの今までの私たちの本当におじいちゃん世代ぐらいまでは、毎日山の中に入って山を整備して、であの生活に必要だった薪とかそういったものを出しているから山がずっと維持管理をされていた。それを孫子供をずっと続けてやっていたから山がきれいになっていたんだけれども、あの今はやっぱり山に入ることがあまりなくなってしまっているので、あえてやはり山を整備しなくてはいけないという意識を持って山に入らなくてはいけないので、今私たちの世代だけがそう思っていても続かないので、やはり子どもたち、若い子たちが山に入って山の楽しさを知った後もやっぱり自分たちが子どももこういった体験を自分の子どもがした時のようにしたいなというふうに思ってもらって、山を守ってもらいたいというふうに思ってるんですね。やっぱりこういった知識とか、ね、体験とか、まあ、そういったものを小さい時に得られた体験というのがやっぱり、まあ、次の世代の方たちに伝えて、まあ、言ってもらえるものになっていくんじゃないかなと感じますね。